内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩でございます。ただいまでございます。さあ今週も始まりました内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお送りする30分でございます。はい、先週はねアメリカに行っていたので録音放送だったんですけれども、無事に帰国いたしまして先日。はい、まだ時差ボケの真っただ中。いやもう回復してきたかな。土曜日に、あ、そうですね、土曜日に私降り立ったんですよ。はい、この日本の地に降り立ったわけなんですけれども、帰りはね、あ、アメリカ行ってたんですね。はい、あのアメリカにどこ行ってたんやってアメリカでございます。あのカンザスのジャパンフェスティバルに出演させていただいたのと、あと次の新しいアルバムに向けての楽曲の制作の、まあ、下準備といいますかね、打ち合わせ的なことをブランソンに行ってやってきたんですけれども、はい、もう毎日が怒涛の日々でして、あっという間に10日間が過ぎて、帰ってきたわけなんですけれどもね。いやー楽しかったですね。アメリカのジャパンフェスティバルは本当に、まあ、日本のねライブともまた違った雰囲気で、子供たちは踊り出すし、なんか私後ろらへんでも踊り出すし終わったらこうスタンディングオベーションですかね、もう立ってこうバーって拍手してくれる人とかも言い張ったり、うん、いやもう本当にねたくさんの方に CD もゲットしていただいてね、素晴らしい、日本大好きな方がいっぱいいて嬉しかったですね。うん、で新曲の制作の方も順調に、次はなんやかんや8枚目のアルバムに向けてのね作成だったんですけれども、また皆さん楽しみにしていてくださいね。まあ、まだまだ本間のレコーディングはまた春ぐらいに行こうかなと思っているんですけれども、うん、これも楽しみにしていてください。また皆さんからもねお帰りメッセージをたくさんいただいておりますので、徐々にこう紹介しながら行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ今週は生放送ということで、内田彩私とリスナーの皆さんとで番組作っていきたいと思います。今週のメッセージテーマは、あなたの好きな秋の花は。ね、帰ってきたらもうだいぶ涼しになってましたね。京都も今日も結構ね晴れてるんだけれども風は冷たい感じで、うん、まあ、お花もいろいろ咲いてますけれどもね、皆さん秋の花何が好きですか、ぜひ教えてください。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、全部小文字で aya@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 番です。たくさんのメールファックスお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様に、持ってるだけでラッキーになると言われております。1セントコインがこうついてるね、週によってバージョンが違う、このラッキーペニーキーホルダー、アメリカでゲットしてきましたラッキーペニーキーホルダー、こちらをプレゼントしておりますので、住所お名前お忘れのないようにメッセージ送ってきてください。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。内田彩 J カントリー、この番組はセブンティーセブンブラックウォーターの南洋ホールディングス株式会社の提供でお送りします。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス。 J カントリーの歌姫内田彩がアメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げた珠玉の一枚、ミュージックボックス。あの水しぶきが君を会いたい。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。改めましてこんにちは、内田彩です。皆様からたくさんお帰りメッセージ届いておりまして、ありがとうございます。ラジオネームママチャリ親父さん、お帰りなさい、毎日更新されて
送られてくるブログを見ながら頑張ってるなと思いつつ、食レポばっかりやんとツッコミ入れていました。さらにさらにパワーアップされたあやさんのこれからの活躍に期待しております。ありがとうございます。そうですね、だいたい私のブログ食レポですねおかしいなおかしいなと言いつつも、アメリカ の, あのもうこれでもかこれでもかという肉攻撃の様子をねアップさせていただいてたわけなんですけれども、いやーそれにしてもお肉食べましたよ。うん、あのギターのねジョーさんがカンザスで経営されていらっしゃるあのジャパニーズステーキハウス工場というお店があるんですけれども、鉄板焼きのねパフォーマンスがすごくて、炎ボーって上がったりエビが飛んできたりとかね、すごい楽しいんですけれども、そちらでもお肉をたらふくいただき、道中のお店でもお肉をたらふくいただきでね、もうすっごい私ある日お腹が空いてた時があって、ブランソンにね行ってパンが飛んでくるお店があるんですよはってパンが飛んでくるんですよ。いや、あの焼きたてのパンをねカートに乗せて、お兄ちゃんがどんどんこうお店のお客さんに焼けたで焼けたでみたいな感じでこう英語で言ってポンポンで投げ張って、それをこうキャッチする、大体野球ボールぐらいの大きさのねパンなんですけれども、人気のお店で、まあ、そこで、ステーキのねリブステーキを私頼んで、そしたらフライパンで出てきましてフライパンで、はい、でもねお腹空いてたんでね、だいたい9割ぐらい私食べたんですよ。そしたらお店の人が、あなた食べたのすごいわねみたいなことを言ってきはって、え、みんな食べへんの、アメリカの人でも食べへんのって思ったんですけど、私食べましたわ。はい、肉三昧でございまして、うん、お腹いっぱい、でも日本に戻ってきてもお肉は食べたいはい、そんな内田彩でございます。皆さんお帰りメッセージありがとうございます、ね、月光の男さんもブログを見せてもらうと楽しそうですね、しかしすごい量のお肉ですね、一人分ですかと、うん、一人分だったんですよ、そうなんですよ、はい、皆さんありがとうございます。はい、ということで徐々にこう話も織り交ぜつついきたいと思います。はい、今週のメッセージテーマはあなたの好きな秋の花はということなんですけれども、この方はラジオネーム今日大好きさん、秋の花は近くの玄関の田園風景がコスモスが一面に咲き感動して心和みます。コスモスね、やっぱり秋といえば秋桜ですかね、秋桜って書きますからね、コスモスですね。焼肉さん、この方もコスモスですね、定番の定番ですがやはりコスモスです。実家には小さいながらもお花畑があって、花が大好きな母はいつも花を育てていました。毎年秋になると赤やピンクの可愛らしい花がいっぱい咲き、小さい頃あまり花に興味がなかった私でもその花だけはいつも眺めながら学校に行っていたようです、ね、今でも実家に帰るといつも花が迎えてくれます。今年もそろそろコスモス咲いてるのではないでしょうかと。花言葉、乙女の真心や調和、清潔、愛情、優美だそうですよ。あ、素敵ですね。コスモスといえば私あのエンガルの、北海道のエンガルのね、あのコスモスのお祭りに呼んでいただいたことがありまして、一面コスモスがね、色とりどりのコスモスが咲いていて、あれは圧巻でした ね、 あんな結構お花畑の中ぶわーっと一種類のお花が、まあ、いろんなね色がありますけれども咲いてる風景っていうのはなかなか見れるもんじゃないですよね。コスモスね、ラジオネームこの方はマサオさん、好きな秋の花、梅小路公園で咲いている色違いの花に足が止まってしまいました。シュウメイギクですね、キブネギクとも呼ばれていますので、名前を聞くとなんとなく気品が漂っていませんか。はあ、これね写真も送っていただいておりますけど、キクっていう名前がついてるけど、そんなまあまあでもキクっぽいっちゃキクっぽいんですけど、これキクの仲間ではないらしいですね、アネモネの仲間。あ、すごい綺麗な、あの梅小路公園に咲いてるんですかね。梅小路公園といえば私今週の、日曜日ですね、世界食料デーフェスティバルっていうのが梅小路公園で開催されまして、これ12時40分からライブさせていただきます。よかったら遊びに来てくださいと、そこもねお花見れるかもしれませんね。うん、ぜひぜひ見に来てください。この方はラジオネーム
コネリーの嫁さん、あやちゃんお帰りなさい。アメリカどうでしたか？暑かったらしいけど日本は寒いでしょうと。あのね、アメリカね、寒暖差が激しくて、行った最初らへんはめっちゃ寒かったんですけど、帰る時はね初夏でした、初夏。うん、だからまあ寒くて暑くて帰ってきたらまた寒かったでは寒暖差ですね。風邪ひかんようにね、はい、気づけます。ありがとうございます。私の好きな秋の花は白いバラです。今咲いていますよと、お写真も送っていただいて、秋に静かに咲くホワイトローズいいですね、あやちゃんの歌にあったね。そうですね、私の歌にもホワイトローズというタイトルの歌ありますけれどね、綺麗ですね。バラはトゲがあるけどなんやかんや綺麗ですね。いろんな色ありますけどね。ラジオネームおかっちさん、時差ボケも京都の空気を吸い込んだら一瞬で解消したんでは、うん、してないですまだしてないです。秋の花は北海道エンガルの丘に一面に咲いていたコスモス、ね、綺麗でしたね。住宅街から香ってくる金木犀などなどいろいろあるけれども、僕の好きな花は秋蝶氏、秋蝶氏と言います。写真もねこれ送っていただいて、山裾の日陰に群生していて、今の時期に一面に青紫の色の花が咲いていて癒されますよと。可愛らしいお花ですねこれね。落ち着いた感じの綺麗なお色味で、お花はなんか可愛らしいのは道端とかで咲いててもなんか癒されるし、綺麗なのがボーンとババーンって生けてやったりね、咲いててもすごく癒されるし、癒したっぷりですね。香りいいですね。ラジオネーム天野純さん、カンザスのライブお疲れ様でした。今週の好きな秋の花でございますがコスモスですかね。普段あまり花のある生活をしておりませんが、そういえばあやさん昔コスモスという名曲があったの知っていますか？あやさんの生まれる前だからわからないかもですねって。あの桃江ちゃんのコスモスをさっき聞いていたんですけれども、あれですね、わかりました知ってますよ。うん、ああこの曲かと、うん、そんな天野純さんからリクエストいただいております。曲の中にはねこの曲はアジサイが入ってますね、うん、入ってますけど6月ですかね。季節はちょっとちゃいますけれども、今日皆さんにこの曲を聴いていただきたいと思います。内田彩で歩いていこうよ。一筋の光が忘れて
0375431-2300 メッセージリクエスト待ってます。内田や J カントリー KBS 京都ラジオから生放送でお送りしています。内田や J カントリー、皆様からたくさんのメッセージが続々と届いております。あなたの好きな秋の花はということで、ラジオネームブーニャンさん、秋に香るのは花やのうて我が家は栗でした。おう、たくさんいただいたので生栗と栗ご飯の炊ける匂いが充満していましたと。花より団子ですね。ね、栗が香るぐらいのお家素敵ですね。ラジオネームパープルさん、好きな秋の花は私は紫色が好きなので林道が好きです。あ、可愛らしいお花ですね。孫が敬老の日に紫が主体の花束をプレゼントしてくれて嬉しかったです。私が紫色が好きなことを覚えていてくれたのが嬉しかったですと。素敵、可愛らしいお花、ですね。まあ、全然ちょっとね話関係ないんですけど、突然アメリカの話を織り交ぜていきますけど、あのね、ブランソンに行く道中で車ビューンと走っていたら、前の車の窓にねめっちゃ落書きがしてあって、何書いてあるのかなってよく見たら、私たち結婚しましたってことが書いてあって、 We just married って書いてあって、アメリカってねみんな結婚しはったことを周りにアピールしはるんですね。日本でそんなん結婚したでとか、私たち新婚ですとか書いて走ります？走らないですよね。あの後ろの窓に、窓ガラス全面に結婚したでって書いて走ってはって、結構聞いてみたら一般的らしくって、アメリカでは結婚式の時にね、カランカランっていっぱい車につけて走ったりするじゃないですか。でそのまま新婚旅行とかにその車で行くみたいで、まあ、ガランガランは外すでしょうけど、この結婚したでっていうのをね書いて走ってはるみたいですよ。一般的らしいですよね。っていう感じでちょこちょこアメリカの話を突然織り交ぜつつ、はい、まだ戻ります。あなたの好きな秋の花、この方はあのね、だいたい分かれますね。金木犀ね、金木犀が好きな方はヒロさん、街中スキップさん、ツッチーさん、トッシーさんなどなどね。このツッチーさんは窓開けると、道歩いてると何気ない瞬間にどこからともなく香ってきて、香りとともに秋を運んでくれるオレンジ色の小さい花を無数に咲かせる金木犀が好きですと。香りはもちろんですが、雨のあと水たまりに落ちた花は金魚に見えたり、香りの強さに比べ控えめに咲いているところも好きですと。私もね、金木犀の香りがね好きですね。なんか秋の風に変わったり、やっぱり秋の香りがするなって思うのは、どこか金木犀の香りが漂った時なんじゃないかなと思って、学生の時、どこだった、小学校とか中学校とかだったかな、に金木犀のお花がボーンってあって、だからすごく懐かしい気分にもなりますし、何か皆さんその香りとともにね、思い出が一緒に混ざってたりするんじゃないですかね。その香りを嗅ぐとその時の気分が蘇ってきたり、あ、またこの季節がやってきたなっていうのもねありますよね。そして金木犀の VS コスモスですね、大体この2つが強いですね。やすちゃんさん、やっぱりコスモスですかねと。あんなにか弱そうにしっかりと頑張ってるのがいいですよね。コネリー65さん、マリッペさん、ヒロノさんもコスモス、あ、老後は菊を育てるおじさんになりたいと思いますと。なるほどなるほどね。木の元のやっさんさんもコスモスね。ジンさんもコスモス。妖怪地のけんちゃんさんは月下美人が好きと。あ、これもね綺麗なお花ですもんね。なんかいろいろ来ております。あ、この方菊もありますわ。ひまぶとりさん、あやちゃんお帰りなさい。秋の花はやっぱり菊です。競馬好きの私は菊花賞を毎年京都競馬場に観戦に行きます。だからですか。だから菊が好きなんですか。そうですか。大見八幡の由美子さんはノギクとね。なるほど、いろいろいただいておりますけれども、ここでまたもう一曲聴いていただきたいと思います。カンザスでね、ジャパンフェスティバルで
カンザスはこうミズーリのミズーリ州にあるんですけれども、そこに流れているミズーリリバー、ミズーリ川のことをテーマにして歌ったこの曲を聴いていただきたいと思います。内田彩でミズーリリバー。日本のメロディーとカントリーミュージックを融合させた新ジャンル J カントリーの歌姫内田彩。そんな内田彩が6枚目のアルバム「あなたの痛ましをリリース。アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る内田彩6枚目のアルバム「あなたの痛まち」。詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩 J カントリー KBS 京都からお送りしています。いかがでしたか、内田彩 J カントリー。帰国いたしまして、日本でもいろいろとライブが決まっておりますので、ぜひ皆様遊びに来てください。まずは先ほどちらっと言いましたけれども、今週の日曜日10月18日日曜日に梅小路公園で開催されます世界食料デーフェスティバルというイベントがありまして、こちらで私ライブ出演、そしてトークセッションに出演させていただきます。時間は12時40分からライブ、そして1時5分からトークセッション、世界のね食料、いろいろ飢餓などのいろんな問題がありますけれども、ハイチなどにね行ってきたお話なども含めて、いろいろ一緒にトークセッションに参加させていただきたいと思っておりますので、ぜひ皆様遊びに来てください。さあ、そしてですね、10月25日日曜日、はですね、名古屋でワンマンライブが決まっております。お昼の2時スタート、場所はドリームキューブ、あの栄というところにありましてね、あのまあブログの方見といてください。住所載ってますので、で料金は当日受付にて1500円、ドリンク代別途500円となっております。そして翌週10月31日土曜日、ハロウィンですよ。ハロウィンの日に京都でランチライブ決定いたしました。はい、11時30分オープン、12時スタート、場所はですねシルバーウィングスというライブハウスで、東王子通り新橋上がる西側、祇園花月のちょっと北行ったところですわ。はい、綾坂さんとかね違うところですね。シルバーウィングスさんで11時半オープン、12時スタート、10月31日のハロウィン
土曜日、当日受付にて1500円、ドリンク代別途600円となっておりまして、ご飯もねあるので食べたい方も食べていただいてという感じで、はい、ハロウィンなので、まあハロウィンじゃなくてあれなんですけれども、いろいろ楽しい企画を、来た人しかいろいろ味わえない企画を考えておりますので、ぜひとも遊びに来ていただけたら、うん、この日はかなり推しでございます10月31日来てくださいね、そして翌週、もう4週連続ですね、はい、翌週11月7日土曜日は大阪でワンマンライブが決定しております、4時20分オープン、5時スタート、ミセスドルフィンさんもこちらね何度かやらせていただいてるんですけれども、西本町の駅から北徒歩1分でございます。こちらも当日受付にて1500円、ドリンク代別途800円となっております。詳しくは内田彩のオフィシャルブログ見てください。アメリカの様子もいっぱい載ってますよ。CD 欲しいよと言ってくださる方はですね、 Amazon や iTunes で内田彩検索していただきまして、あとは大垣書店のイオンモール京都店さんの方にもアルバム置いてありますので、ぜひぜひ行ってみてください。さあ来週のメッセージテーマですけれども、秋のスイーツ、いっぱいありますね。モンブランしか今出てこへんけど、いっぱいありますね秋のスイーツ、皆様教えてください。うん、あれもこれもありますね。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、 ファックスは 075-431-2300、 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージを送っていただけます。ラッキーペニキーホルダーね、毎週3名様にプレゼントしておりますので、送ってきてくださいね。さあまだまだいただいております。ラジオネーム彦根城太郎さん、あきらさん、トワイライトムーンさん、森山塾さん、琵琶湖さん、ジョギングおじさん、ポッキーさん、琵琶湖のお風呂長寿さん、シカ金魚さんなどなど、たくさんお便りありがとうございました。もう元気に帰ってきましたので、また来週からもね、夕方5時30分皆さんお会いいたしましょう。お相手は内田彩でした。また来週、バイバイ。内田彩 J カントリー、この番組はセブンティーセブンブラックウォーターの南洋ホールディングス株式会社の提供でお送りしました。